マリア、マリア、泣くんでない。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。作太郎は良き友人であった。そなたがそれを忘れぬ限り常にそなたと共にある。だから泣くんでない。生き返らせて。ベアとはいろんな魔法が使えるんだもんね。作太郎だって生き返らせられるよね。それは無論、作太郎がわらわの家具だったならそれもたやすい。しかし作太郎はそなたの家具だ。わらわにそれは難しい。難しいってことは無理じゃないんだよね。生き返らせて。無限の魔法で生き返らせて。実はな、作太郎のよりしろはローザの手作りのぬいぐるみであったの。そのローザが作太郎を否定した。母にその生を許されなかった命は存在できぬのだ。そなたが作太郎の存在を強く信じる限り、その魂が消え去ることはない。だからマリア、どうか悲しむな。今もほら、すぐそこで作太郎が微笑んでいると信じるのだ。嫌だ！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 作太郎を生き返らせてくれなきゃ嫌だ！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 諦めよ。作太郎を蘇らせる魔法はない。そしてそれでもなお作太郎がそなたの親友であり続けることを強く信じよう。その力が魔法となる。そんなの魔法じゃない、魔法じゃない。作太郎が生き返らなきゃ嫌だ。ママの手作りだからダメなの？どうしてママは作太郎を作ったの？マリアにプレゼントするためじゃないの？マリアの友達にするためじゃないの？なのに、なんでママは自分で作って自分で壊したの？どうしてママは自分で産んで自分で壊そうとするの？わかんない、わかんない。ママが憎いよ、ママが憎い。悔しい、悔しい、悲しい、悲しい。作太郎がそうされたようにママをねじり上げてやりたい。爪を立てて引き裂いて布地と綿にしてやりたい。悔しいよ、悔しいよ、ベアトリーチェ。作太郎。
その言葉は本心。ママを殺す、殺してやる。あれはママじゃないよ。ママに取り付いた悪い魔女だ。ママの魔女を殺してやる。よかろう、その力をそなたに与えよう。心美しきそなたが自らに引き裂かれるくらいなら、そなたにその苦しみを与えた心なき母こそよほど引き裂かれるに値する。教えようぞ、そなた魔女の世界に光さすことなき深淵の奥底。サクタロ、サクタロ、みんな嫌い嫌い、大嫌い。ママも嫌い、エルジェも嫌い、みんなみんな